ちは。千葉県内を中心にラーメン屋さんを紹介しています、マーミン麺 TV のマーミンです。いたたたたたたた、実は親知らずを抜いたんですよ。それで今痛くてラーメンが食べられなくて、 YouTube の投稿をどうしようって思ってたら、なんと私のすごく仲のいい友達が私の代わりにラーメンを食べてくれるということで、今回は私の友達キンキラーミンちゃんがラーメンを食べに行ってくれるそうで、めっちゃ痛い 笑うと痛いんですけど、はい、ということで、キンキラーミンちゃんお願いします。ラーメンです。今回はですね、美味しいラーメンがここにあるということでこちらにやってきました。早速中に入ってみたいと思います。これが券売機ってやつですね。あった、美味しいラーメン、100万円？キンキラーメンそんなに持ってるかな。よいしょ、ちょっと数えてみるよ。1、2、100万当たりそうですね。まずはお金を100万円入れていきますよ。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚、10枚、100枚入れるの疲れるね。どんなラーメン出てくるかとても楽しみだね。お店の人、券売機どうぞ。はい。厨房の中ではお店の人一生懸命ラーメン作ってたよ。奥の方だからよく見えなかったけど、ピーって頑張ってたよ。キンキラーメン、お店のラーメン食べるの初めてだから、とてもとても楽しみだ。うわぁ、とても美味しそうだね。今度は何だろう、赤いやつ出てきたよ。なんだろうな。ああ、これキンキラーメン見たことある。キャンプファイヤーだ。これはキャンプファイヤーですね。うわ、大きな雑巾出てきた。雑巾ね、掃除の時のやつね。こんな大きな雑巾。あら、そんなに乗せてくれるの、ありがとう。ギンギンヒロシさん、優しいね。お待たせしまして、これが美味しいラーメンです。上に乗っている雑巾、中に入っているキャンプファイヤー、すごい豪華だね。いただきラーメン。茶色の水、緑の何か浮いてるよ。わあ、キラキラ綺麗だね。うわあ、うまめ。ペラペラした白いやつ、これなんだろうな。長い、ずっと続いてるよ。ずっとずっと続いてるのかな。もしかしたらこのままずっと永遠にお皿と友達で、顔とお皿白いピロピロでつながるかと思った。ツルツルしてて甘くてしょっぱくて美味しい。雑巾食べる、雑巾硬い、硬い雑巾、あー美味しい。これは
口の中の水分すべて持っていくね。そして上顎に張り付いてきたよ。これもあんまり食べたくない。皆さんお待ちかねのキャンプファイヤーの登場です。 Oh, it's wonderful! Very, very delicious! これは胃袋の中にいっぱい入れてマミのお土産にするよ。ギンギンヒロシさん隣に座ってきた雑巾どうぞ。そんなに一気に食べたらお口の中パサパサなる。今ヒロシさんのお口の中絶対大変なことなってるの。あ、キンキラミもう笑い止まらない。キャンプファイヤーも少しお裾分けしてあげたの。ヒロシさんここから水分とってね。もうごちそうさまみんですか。ヒロシさんいっぱい残してたよ。見て、一つだけひたひたのあった。これは雑巾じゃなくてお揚げっていうらしいです。これがすごくすごくじゅわーってなったよ。お腹がいっぱいになってしまったので今日はお箸とレンゲを残してしまいました。ごちそうさまでした。キンキラキラキラうまみでした。はい、ごちそうさまみ。キンキラキラキラうまみでした。すごくあの出汁が効いてたんですけど、こだわられてるポイントとかってありますか？はい、そうですね、はい、昆布とかカツオとか、まあちょっといっぱい入ってるんですよね。ふんだんに入ってて、うん、そうなんです、美味しいんです。うん、ツルツルな食感が、あ、そう、そうですよね。うん、これ国内製造なんですよね。うん、あ、国内製造、はい、頑張って作ってます。はい、あと、のてたお揚げなんですけど、はい、すごくこう、ジュワーっとなってて、キラキラキラうまみでした。あ、そうですか。お揚げもね、ちょっとね、頑張ってそうね、買ってきました。あ、違う、作りましたよ。うん、はい、今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。動画がいいなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。